はい、こんにちは。 UPI グリーンウッドワークアドバイザーの福畑慎吾です。今日はモーラナイフのフックナイフ162、ダブルエッジのものですね。こちらですね。こちら側とこちらが両方に刃がついている分です。このモーラナイフ、フックナイフ、162について説明させていただきたいと思います。特徴としましては、シングルエッジのものと違って削るときに押しても削れる、引いても削れるという形で、大変便利なものになってます。で、スプーンとか、小さな器などにとても向いている、道具でして、実際今から削って、説明させていただきたいと思います。まず削る前にこういったふうにですね、厚手のエプロン、こういうのがあればフックナイフ、特にフックナイフを使うときには、材をグッと太ももの上に乗せて安定させたりできるので、こうですね、この厚手のエプロンっていうのもとても便利です。今つけてるのは、モーラナイフとスウェーデンのブランドであるサンドクビストのコラボモデルっていう、こちらのエプロンを、今日は使っています。まず、片手で削る場合、親指を材に置いてそちらに向かって、親指の上を抜けるように、こうですね、親指の上にこういった形、こういったですね、削る。で、シングルエッジと違って両方刃ついてますので、押すこともできる。押すんですけど、押す場合はこの刃のないところ、口金あたりですね、口金あたりを押す。押すというよりかは、ここに指を当てて、そこを支点にこう動かすような動きで削ると、とても削りやすいですね。で、あとは、逆手に持って、手も材も、こう手も置いて固定させて、こうやって削る。浮いてるとストップが効かず危ないので、もう手も固定させて、材もしっかり固定させて削る。これも有効な削り方ですね。だから大体片手で削る。で、この口金あたりを押して削る。で、逆手に持って、削る。これも親指を当ててるのも、これ離れないように、親指とこの口金あたりがずっと押し合ってる状況で、この右手に利き手の方に力を入れてしまうと、こちらに刃が行って怪我の元になるので。親指で引っ張るっていう、材を持ってる方の親指で引っ張るっていう形で安全に削ってください。で、こちらの場合も、もし最初怖かったらですね、材を持ってる手は
ゴム手袋をしまして、利き手の方には革の指サックをして、で削ると、あのここ開ければそうやって、最初はやっぱ特に怪我の恐れがあるので、あのこういった形で手袋と革の指サックをして安全に削って慣れるというのも大事です。まあこういったあのフックナイフがあの使えるようになりますと、こういったスプーンのねくぼみもそうなんですけど、ちょっとまあ小さめのこういったあのお皿、豆皿というか、まあわりかし深いんですけど、こういったちょっとおつまみを入れるような、ものだったら、あのこのフックナイフだけであの頑張れば掘れますので、頑張って試してみてください。今、モーラーナイフ、フックナイフの、ダブルエッジ162、こちらの、削り方を説明させていただきましたが、164のシングルエッジと、ダブルエッジの162、163、まあ、こちらの方が、モーラーナイフからは用意されているんですが、こちらの方はあの、まあ、普段こう作ってる中で併用するっていうものではなくて、まず最初はあのどちらか好みの方を選んで、まあ、練習していただきたいと思います。まあシングルエッジとダブルエッジ両方いい点がありまして、ダブルエッジは、まあ、押し削りもできるし引く削りもできる。でシングルエッジの方は刃でない方ですね、刃の峰の方に、手を持っていけるので、まあ、それだけコントロールしやすいっていう点もありまして、まあ、そういう利点を考えて、まあ、どちらか選んで購入していただければと思います。で、まあ、あのどちらにしましてもどんどん練習すると、まあ、器であったりスプーンであったり、そういう暮らしの道具が、たくさん作れて面白みも出てくると思いますので、ぜひグリルダークを楽しみましょう。